こんにちは、大塚進です。ケムトレイルに追ってるんですけども、定点観測ということがですね、定点観測をすることによって、ケムトレイルをね、その飛行機が撒いてるか撒いてないか、あるいは航空会社がですね、本当のことを言ってるのか言ってないかっていうのがですね、分かってきます。おのずと分かってくるんですけども、それをね、皆さんにね、ぜひやってほしいと思いますけども、ぜひこれをそれぞれ皆さんにぜひ実行してほしいと思うんですけどもね、まあ、それはなかなか大変なので、今日はですね、先日5月25日にね、定点観測を行ったんですよ。その時のね、データというか、その時のその記録をもとにですね、なんていうかな、ちょっとダイジェスト版でですね、ある部分、カットしたり取り出したりしたんですけども、それをもとにですね、皆さんと一緒にね、定点観測ということをですね、追体験してもらうというか、一緒に体験してもらってね、で、その上で、誰が本当のこと言ってるのかね、何が本当なのかね、何が嘘なのかってことをね、ものすごく皆さん自身でね、なんとかその、体験するというか考えてほしいなと思ってね、ちょっと今、ちょっとこれから少し説明をしたいと思うんですね。で、5月25日はですね、ちょうどトランプさんが来た日だと思うんですけども、おとといになるんですけどもね、朝からですね、夕方までですね、もうずっと飛行条件は、天候条件は変わらずですね、天気は変わらずですね、ずっと快晴でした。全く雲一つない快晴でですね、もちろんその、いつも、空はね、なんとなく白く、濁ってるっていうのは、もちろん最近はいつもそうなんですけど、それでもですね、この25日は全くその雲一つないですね、快晴の状態がですね、朝から、多分夜までね、ずっと続きましたので、気象条件は、まあ、基本的に変化なかったわけですね。で、朝もですね、何時からかな、朝の9時55分、59分かな、まあ10時、そうですね、10時前から、9時49分か、10時前からですね、始めましてですね、同じ場所ね、同じ場所から始めましてね、で、結局、夕方のですね、夕方の4時過ぎまでですね、やったんですよ。で、それ全部ね、本当は皆さんにね、全部逐一見て、同じように見ていただければですね、記録を見ていただければ、定点観測ってことをね、まあ、一番よく分かってもらえると思いますけども、ちょっとそれ全部見てもらうのは、大変申し訳ないし、しんどいと思いますからね、午後の部分でね、午後の部分ですね、1時20、1時13時22分からね、それから4時19分までのね、まあ、午後のね、観測した部分についてね、ちょっとこの動画のこの後ですね、それぞれ短い録画ですけどもね、載せまして、で、それでいろいろとそれをもとにね、判断してほしいと思います。ちょっと前、その前提なんですけどね、前置きなんですけどね。まずですね、今日、25日はですね、全部でね、私のかあのチェックできた機種はですね、全部で20、あ、ごめんなさい、19ですね、19機種。19機種というか、19ケースですね。ちょっと2機同時に来てですね、重なって飛んでったのもあったので、それも含めて、1つの機種と考えればですね、19機種、チェックしました。で、そのうちですね、私の見た限りでですね、何らかの形で、尻尾が出ていたり、白いラインが出ていたりね、そのいわゆるケムトレイルラインが出ていたり、コントレイル風と言われるかもしれませんけどもね、なんか白い尻尾が出ていたのはですね、全部、機種、あの、数で言うと、5ケースですね。5機種。5つの、ケースでですね、巻いていました。まあ、他にもあったのかもしれませんけどね。私の確認できた限りではですね。で、それから、巻いてるその飛行機の種類なんですけども、これはね、千差万別なんですよ。飛行機会社はね、ある特定のエンジンとか特定の機種によってね、あるものは、そういう白いラインが出ることがあるということをね、そういう非常になんていうかな、曖昧な、苦しい、言い訳というかね、そういうことをしてるようです、してますけどもね、まあ、実際のデータを見ればですね、もう、どの飛行機を巻いてる。で、その25日の場合はですね、結局巻いていたのは、ボーイング747でしょ？それから、ボーイング737、エアバス380、からもう一回747、それから、ボーイング777ね。まあ、25日は、この機種が巻いていたんですけども、まあ、調べてみるとですね、ありとあらゆる機種はね、巻いてるんで、その機種によってね、エンジンによってとか、機種によって、見えたり見えなかったりするってことは、これは、まあ、嘘ですね。嘘を、まずそこで一つまた重ねてるわけですね。で、それからもう一つ前提としましてですね、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、
昔はね、ちょっと昔はですね、ちょっと昔は、しばらく昔は、その飛行機が飛ぶとね、飛行機雲が見えたり、いわゆるコントレールというんでしょうけどもね、短いラインが見えたりすることはね、実際にあったわけですね。それは水蒸気がね、水蒸気が出てきて、排出された水蒸気がですね、冷やされて白くなったりね、まあそういう諸々の条件でですね、コントレールはよく、まあ、しばしばあったのはこれ確かなんです。ところがですね、最近の飛行機はですね、構造的に、その元々、そのエンジンの構造的にですね、基本的にそういうものは出ないんですね。まあ、で、じゃあどういう場合出るのかってことはね、飛行機会社に聞いてるんですけどね、彼らのようにはね、ある特殊な条件が揃えばね、ある特殊な条件が揃えば、そういう飛行機雲が出ることがあるっていうことを言ってるんですけどね、じゃあどういう条件で出るんですかってことを言っても、彼らは答えることはできないわけですよ。なぜならば、もともとはそれは嘘だからね。で、基本的にですね、現在の飛行機のエンジンではね、基本的にそういう煙は出ないんです。ライン、煙、白いラインとか、その長いラインとかね、短いコントロールとかね、そういうのは基本的に出ないんですね。そういうことを前提としてですね、しておいてほしいわけですね。確認しておいてほしいわけです。で、これからですね、5つのケースをね、ちょっと出して、つなげておきますけども、出してるだけではなくてね、出してない、飛行機も、2つ3つね、載せておきます。なぜならばですね、それによって、何も出さない飛行機はね、本当何も見えないんだってことをね、再確認してほしいのでね、それで出さない飛行機も載せておきます。ではちょっとね、とりあえずご覧ください。JAL 187小松行き、これか。今日は白い青空の中をね、また昨日と同じようにどんどん通り過ぎてきます。日中はまかないのかもしれません。でもすでに白いですね。大変ね、大変白い大気です。白いの分かりますでしょうかね。ものすごく白いで、滝がね、網を失った。どこ行っちゃった。これ穴ですね。穴が頭上を通っております。見えるかな、ここか、ここかな。あら、 YTO がね、 YTO っていうのが同じく来てるはずなんだが、ちょっともう空が白くてね、分かりませんな。真っ白ですな。YTO っていうのはこの辺に来てるはずなんだけど、全く分かんない。空が白くて全く分からん。ひどいね、真っ白な。まあ、穴だけ撮りました。うん、ね、コリアン航空今日最初ですね。コリアン航空何便だっけな、捕まえたよ。やってるね。他のはいっぱい撮ったけどね、今日参ってなかったけど、これはコリアン航空何便だっけな。今特定できるんですけどね、見事にやってますね。ちょっとしばらく撮っとこうか。で、この後 JAL も来るんだけどね。で、今日はですね、今日はさっきもずっと言ってますけどね、快晴なんですけどね、快晴なんですけど、ご覧のようにですね、空全体真っ白ですね、真っ白で、ほとんどね、見えないんですよ。で、まかずに飛んでると非常に見にくくてですね、機種を見つけるのも難しかったんですけど、このコリアン航空はね、見事に巻いてますね。じゃ、これ記録です。今日の証拠ですね。JAL もこれから来るんですけど、ちょっととりあえずこれを録音しておきます。モンゴリアン航空ですね、モンゴリアン航空。先ほどのね、コリアン航空のね、次ですね、ほんの3分後ですね。多分3分後くらいに今通過してるんですけどね、モンゴリアン。これ巻いてないでしょ？だから、先ほどのコリアンはギルティ。もう確定ですね。はい、モンゴリアン、巻かずに通過していきました。これアナ385かな？アナ385巻いてない、通過してきました。はい、アナ385巻かずに通過。空白い。チェジュとね、チェジュ航空とね、コレアンとね、アナが連続で来るんだけどね、どっちか分かんねえな。どっちがどっちか分かんねえな。重なってるんですよ。ほとんど同時に来てるね。アナが右の方に来てるはずなんだけど、いるほら、上がね、低い方がね、多分チェジュなんでね、上の方がね、コレアンなんだよ。そして穴がこっち来てるはずなんだけど、穴は来てないよ、見えないね。だから、低い方、どっちが上だ、
先に行ってる、そう、先に行ってる方がね、ちょっと特定するね、どっちがどっちか特定するね。面白いね、面白い、これは非常にいいでしょ。片っぽは巻いてない、片っぽ巻いてるね、片っぽ巻いて、片っぽ巻いてる、非常に面白い。ね、片っぽは巻いていて、片っぽ巻いてないです。どっちかがチェジで、どっちがコリアンなんだよ。今ちょっと特定しますけどね。こういう状況だね。はい、コードレ、コードレ分かるね、コードレ分かる。よし、始めたね。アシアナ航空202、アシアナ航空202巻いてます。短く見えるからね、これコントレールだと思うかもしれませんけどね、これケムですね、明らかにケムですね。アシアナ航空202です。こんな伸びてる、こんな快晴でね、他の飛行機は全然出さずに飛んでたでしょ、たくさんの飛行機はね。なのにこのアシアナ航空とかさっきのコリアンとかはね、伸ばして巻いてる。ちょうど前をね、前を通ってますよ。やんなっちゃうね。はい、アシアナ航空特定しました。巻いてましたよ、いけないですよ。コリアンだね、コリアン航空だね。で、今日は午後からですね、韓国勢が、まあ、コリアン航空だね、中心だね、あとアシアナもだね、やってました。はい、見事にやってます。これはコントロールじゃないよ、これをコントロールだと思わないでくださいね。その証拠は何度も何度も何度も言ってるように、同じコースを同じ時間帯に同じように飛んでる飛行機はですね、他の飛行機はこういうものを出してない、全然出してないわけね。今日は素晴らしい、あの快晴でですね、ご覧のような快晴でですね、他の飛行機は全然出さないで飛んでるのがほとんどでしょ。で、こうやって、だからこうやってちょっとでもね、ちょっとでもこうやってなんか出してたら、これ全部ね、ケムトレールで出してるってことですよ。わかりますか、そこね。わかるでしょうか。はい、またこれやってました。以上。はい、引き続き、今ちょっと出かけるところなんですけどね、この時間ですけど、巻いてました。コントレール風だね。これは今までみんなコントレールって間違えるんだろうね。だけどこれはケムトレールです。今日はね、巻いてない飛行機は何も見えませんから、これだけ出てればね、これはコントレールじゃなくてケムトレールなんです。じゃあ、ちょっと機種を特定しますね。はい、ご覧のようにですね、ご覧のように、午後ね、午後の、1時半くらいからですね、4時過ぎまでのですね、間の、通過した飛行機についてのですね、定点観測の録画をね、見ていただきましたけどもね、まあ、こういうことです。で、最初ね、最初の一つ二つにですね、何も巻かずに飛んでいった飛行機を乗せましたけども、まあ、これは理由があるわけで、要するにその、まあ、さっきその二つの飛行機も含めてね、全部で19機のうちね、19-5 ですから、14機ね、14機については、何も出さずに飛んでいったわけです。だから大半の過半数のね、ほとんどの飛行機は何も出さずにね、ただ飛んでいたわけですよね。で、それがとても大事なことであってね、だからその、この25日の天候日というのはですね、その基本的にノーマルに飛んでる飛行機は何も出さずにですね、通過していくっていうことが、これが基本的にあるわけです。で、このことをね、まずはっきりと、心に留めておいていただきましてね。で、その後ね、いくつか、5個のケースでね、5つのケースで、巻いているものを見ていただきました。そうするとね、おのずから、その5つの表記はですね、まあ、いくら水蒸気だと言っても、いくら飛行機雲だと言ってもね、全部嘘で巻いているってことを、まあ、判断せざるを得ないわけですね。まあ、で、それからもう一つね、面白いことは、3つ目のケースだったでしょうかね。二つの飛行機はね、本当に同時にですね、並行して、高さだけ違うんですね。高さが違って、同時に通過していったわけですね。これは非常に、いろんな意味でね、大変大事な記録になるんですけども、一つは、同じ時間ですね。同時刻にですね、通過している飛行機で、片っぽは何も出さずに、で、片っぽはその白いラインを出しているってことはね、これはね、やっぱりね、どう考えてもね、まともな、考えてね、その普通に考えればね、その片っぽはね、何か巻いていたってことを判断するしかないわけですよね。それ以外に、何も言えないですね。それからもう一つ大事なことはですね、これ同時だったのでね、ちょっとこの時に、どっちがどっちだかちょっと私も判断できなかったんですけどね、まあ、片っぽがね、大韓航空ね、コリアン航空。で、片っぽがね、チェジュエアでね、どっちも韓国勢だったんでね、どっちかどっちなんですよ。で、片っぽ、面白いことはね、大事なことはね、低い方の飛行機はね、巻いていたわけ。で、高いところを飛んでるですね、上の方を飛んでる飛行機はね、巻いてなかったわけですよ。で、普通ね、よくね、航空会社が言うのはですね、
その高度が高くなってね、上の方に行くとね、そのラインが出ることがあるっていうことは、そういう嘘800言うんですけど、この記録を見る限りはね、下の飛行機は巻いてましたね。で、上の飛行機は巻いてませんでした。同時刻に平行で飛んでいてね。だから、もう嘘ばっかりなんですよね。で、そういうことも分かりましたよね。ということでですね、まあ皆さん、この、今日は短い、今回はね、ほんの、5つくらいのケースですけども、ご覧になって、いかがでしたでしょうかね。こうやってですね、ご自身でですね、定点観測をするとね、はっきりと実感としてね、実感として、巻いてるものは巻いてる。で、巻いてないものは巻いてない。から、見えるものは見える。見えないものは見えないね。ってことはね、実感として分かるわけですね。だから、ぜひご自身でもやってほしいですし、そう、それからこのことを最後に言っておきたいのはね、よくね、絶対煙取れるはない、絶対コントロールだ、絶対その飛行機もだと言い張る人たちがいるわけで。どうしてもね。で、それは2種類の人がいます。で、1種類の人は、本当にそう思う人ね。本当に心からね、飛行機もあると思っていて、で、本当に水蒸気によってね、コントロールができると本当に信じ込んでいるね。要するにその、思い込まされている人たちなんですけどね。まあ、洗脳されている人なんですけどね。まあ、そういう人たちが1種類いますよね。それからもう一つの種類の人たちは、分かってはいるんだけど、でも、何らかの理由でね、その絶対そのミスリードで、そのケムトレールはない、ケムトレールは存在しない、飛行機は変なもの巻いてないってことをね、どうしても言い張らざるを得ないね、そういう立場の人もいるわけね。まあ、いわゆるその、なんていうんですかね、図画工作の好きな人たちでしょうかね。で、そういう人たちもいるんで、まあ、2種類いると思うんですけどね、まあ、一つ目のその、どうしてもその、そんなものないと信じ込んでもう頭固まっちゃってる人たちに対してはね、やっぱり徐々に何とかほぐしてあげてね、実際にそういうのは行われてるってことを分かってほしいんだけど、まあ、この今回の今私が作ったね、ビデオ動画ね、そのためにも少しでも役に立ってもらえれば嬉しいですよ。まあ、こうやって見てもらってね、どう考えても、飛行機会社はね、嘘をついてるってことはね、私は、そう思うんですけどもね、それを皆さん見ていただいてね、普通の一般的な感覚でね、一般的な感性で、常識な感覚でですね、まともな感覚で判断していただければね、おのずと分かってくるんではないかなと思うんでね、そのためにも、まあ、使っていただければ、レターです。ということでね、今回はですね、定点観測をしてみましたので、どうか、ちょっと使ってみてください。じゃあ、以上です。ありがとうございました。